どうも皆さんこんにちは、こんばんは、リュウです。今回もデッキ紹介やっていきたいと思います。さあ今回はですね、皆さんに宇宙を感じていただこうかなと思っておりまして、デッキ組んでまいりました。本日の主役はですね、新パックの、看板の顔のモンスターあんまり強くない説っていうのがデュエルリンクスにはあるんですけれども、今回はですねメーカー流ドラゴネクロさん強いです。これはね強いです。はい、どういうデッキになっているのかっていうのをご説明していきましょう。メーカー流ドラゴネクロっていうモンスターがアンデッド族モンスター2体で作れる、ドラゴン族モンスターなんですよね。まあ、要はアンデッド族の魂と魂を合体させて現れる冥界よりいいですし、ドラゴンなわけですよ。でね、効果がものすげえ強いんですよ。こいつ戦闘こと戦闘に対してはものすごい強い効果を持っていて、このカードと戦闘となったモンスターはその戦闘では破壊されないと。だからまあ破壊はできないんですよね、相手のモンスターを。ただし、破壊、できない代わりに戦闘となったそのモンスターの攻撃力をゼロにします。これ対象取るとかないので全員大体ゼロにできます。何でもね、その効果を受けないっていうモンスターじゃない限りは基本的には。で、そのモンスターの攻撃がゼロになって、でその攻撃したモンスターと同じレベルと同じ攻撃力のトークンをフィールドに出します。これまあ、トークンが出せないとダメなんですけども、あのフィールドが空いてないとね、フィールドが空いてれば出せます。で、このモンスターがあの要はそのゼロになったやつを投げるので、だからめちゃくちゃ強いんですよ。ちなみにこれ発動する効果の発動するタイミングが、ダメージステップ終了時なんで、自分が死んでも発動するんですよ。だから相手がなんか超でかいやつで攻撃されても相手をゼロにして置いとけるんですよ。でトークン出てくる。例えばオベレスクに殴られました、オベレスクの攻撃力をゼロにして4000のトークン出るんですよ。めっちゃ強いですよね。なんでこれを今日は活躍させていくで、どうやって出していくか、これがね今回追加されました。今まではこのスキルでしかなかったドラゴンズミラー、これを今回はドラゴニックフュージョンっていうスキル、これでデッキの中にあのドラゴニックフュージョンが追加されるっていうスキルなんですけども、これ5ゴッドドラゴンとね。なのでこれ5ゴッドは使えませんか。今回はこの竜の鏡4枚耐性っていうジャッジーっていうデッキになってます。で、どうやってじゃあ除外していくか、アンデッド族を、これがやっぱシラヌイがすごく相性がいいわけですよ。昨日の動画で、まあ、主なギミックをやってるんで、そっち見ていただければいいのかなと思うんですが、今回のメインの主役はこれです。シラヌイの影物、これが今回は墓地ギミックとして活用していきます。除外された場合に除外されているシラヌイを特殊召喚できるんですよ、影物って。この効果が、まあ、昨日はその初動としては弱かったんですけど、この効果自体はクソ強いです。クソ強い。リンクス D はこの2番目の効果めっちゃ強い。で、どうやってじゃあ、展開していくかっていうと、これね、墓地シンクロができるモンスターがいるんですね、シラヌイっていうのは。まあ、この辺のモンスターもちろん強いですよ。もちろん強いんですけど、このね、レベル2の、昨日は全く採用しなかった、妖刀シラヌイ、これを、芝刈り。この芝刈りとか、あとこのゴズキね。この辺で採用していくことによって、結構有効に活用できる。妖刀シラヌイさんは、墓地からシンクロができます。まあ墓地に存在する場合、そのアンデッド族と自分を除外すると、除外したそのモンスターのレベルと同じ合計のモンスターを出しますよと。例えば妖刀シラヌイと、この影物両方とも除外して6出しますよね。6、そうすると除外された影物の効果が発動して、これもう1回特殊ができるんですよ、除外像から。そうすると6と2でまた8いけるんですよね。でまた同じような感じでこう使っていくと6、8、10みたいな感じで、こうあの階段状にレベルが上がっていくっていう、これがねすげえ面白いんですよね。で、あのホムラガミがもちろんこの7と3でも出せるんで、結構ねこれ出ます。結構これ出ます。こいつ結構強いからね。でギミックメインギミックとしては他にその知らぬ以上、知らぬギミックで以上なんだけど、やっぱね安心の展開っていうのがあって、ゴズキ牛でこの宮塚さ落としとくっていう、これがね初動としてもそこそこ優秀なんですよね。ゴズキで、の効果って墓地送られると墓地のアンデッド族を除外して手札からアンデッド族を特殊召喚できるよって効果じゃないですか。で宮塚さって除外されるとあの表側カード割れるんで、だからこれ破壊されると相手のモンスターを宮塚さで割りつつ手札からなんか特殊召喚できるんですよ、何かを。
結構ね初動として割と安定するんです、その辺は。だからその辺のカードを入れているのと、あとはまあ墓地の落としても使えるし、手札に引いても使えるモンスターとしてもカイトロイドとか、まあ、あとはタスケルトンとかね、この辺が防御だになってくるかなと。あ、もちろんネクロフュージョンでもこっちは出せます。まあ裏側で除外なんで効果は発動しませんが、これはまあだから5枚目6枚目のネクロフュージョンというイメージですね。はい、早速ですね、マジで宇宙なんで、マジで宇宙なんですよ。まあ見ていただいた方が早い。このウッチーをね、皆さんにお見舞いしていきましょう。デュエルスタンバイ。さあお相手の方、いくぞ、ユウさん対戦よろしくお願いします。デュエルスタンバイよし、ウッチームーブを発動しよう。隣の島からだ、いけー、よーし、ゴズキいいだろう。何が落ちてるんだ。お、なんかいい感じに落ちてんじゃねえか。これなかなかいいぞ。宮塚さんまだいいな。これは一旦モノノフを除外しよう。そして手札より、影物でいいや、影物を特殊召喚。そしてモノノフさんの効果発動を除外された場合、墓地のこれはモノノフ、むずいな。宮塚さんでいいか。宮塚さん回収していく。そして、レベル2妖刀知らぬいを攻撃表示で、宮坂さんまだいいな。これ後続に取っておこう。そして知らぬいに妖刀をチューニング。我が名刀によみがえり魂よ、今こそ我が哀悼を金として流星の彼方でよみがえれ。漆器の召喚いでよ、刀神知らぬい。そして手札のドラゴンズミラーの効果発動、墓地のアンデッド族モンスター2体をゲームから除外し、ドラゴンズ族モンスターを一体融合召喚する。俺様はこの2体の最強セットをゲームから除外していくぜ。朽ち果てた身に宿りし怨念よ、竜影をなして這い上がれ。融合召喚冥界竜ドラゴネクロ。そして除外された影物の効果発動、除外されているモンスター1体をこのフィールドに、我のフィールドに特殊召喚していくキャラが違え、我のフィールドに特殊召喚していく。そしてさらに刀神にレベル2妖刀知らぬいをチューニング。戦場に眠るしエンジンの魂よ、今ここに優勢の彼方でよみがえり、我が刀身となりて写真を貫かん。漆器の召喚、今ここによみがえれ戦神知らぬい。そしてこいつの効果は発動する必要性が皆無。こいつその墓地の知らぬいを除外すると、除外したモンスターのレベル分、レベルじゃねえや、攻撃力分上がるっていう効果がターン終了時まであるんですけど、先行で立てるモンスターではないかなっていう立てましたけどね、今調子乗って、まあ炎神までいければ3500のレベル10のやつがいればね、あー OK、 6、あーでもこれね二刀流きついな。二刀流がガチできついっていうのはある、ぶっちゃけ。二刀流やめて、ちょやめてやめて、二刀流だけは、いややめろって、やめろよそういうことすんの。ああ違う、5、4、あこれはいけるな。二刀流ではない、二刀流じゃねえの、熱いな。オッケー、全然3体誰、あリハン殿、ミストワーム殿、どっちして戻されんのかいお強えな、おいふざけんなよ、おめっちゃ頑張って出したのに、めっちゃ頑張って出したのに、クソクソったれ、クソったれ、クソゲーかよ。ちょっとね、なんとかなると思う。多分墓地キミック、結構墓地シンクあるんですよね、墓地シンクロがあるんですよ。で任せろ、墓地シンクロは強いぞこれは。ドラゴニックフュージョンも使えるから、まずとりあえず宮塚さん行く前に、まずですね、まずはですね、墓地シンクロっていうか、シンクロ召喚じゃなくて特殊召喚だよねこれね。この効果8いけるのか、8から10いけるの強いな。レベル2妖刀知らぬいを、このゲームから除外していく。あ影物除外できるけど、まあ、ここはでも8だろうな、1回。はいはい。で、ここと、これを除外していく。さあ、墓地の、このモンスターたちを除外し、現れよ、もう一度。戦の神様、戦の神様の効果発動。影物でいいのか。影物、宮塚さん、いや、影物でいいか。影物除外して、刀の神の効果は発動しておこう。打点500下げるやつ、打点を500下げるやつ。さあどうしますか、そのカード何でしょうか。
なんだろうな、ずっとなんか、チェーンあるんだよね。なんだろう、まあ、めぐるとかですかね。ちょっと砂時計見てなくて分かんなかった。あー、聖杯か。はいはい。聖杯。あー、なるほど。それは全く問題ねえな。伊達上がんない。まあ、ただ、影物の効果が発動し、除外されている用途知らぬよ、もう一回特殊召喚。そして、レベル2。用途知らぬよ、レベル8。戦の神様にチューニング。戦場に眠るし、爆炎の魂よ、今こそ、エンジンと共に蘇り、我が闘神となりて、幽霊の彼方より時から垂れよ、漆器の召喚、目覚めよ、ホムラ神、知らぬい。そして、ホムラ神知らぬいの効果発動、フィールド上には墓地及び除外されているシンクロモンスターを戻し、あれ？あ、そっか、数だけか。やべえ、ちょっとミスったが、まあいいや、ドラゴンズミラー持ってきて、いや、関係ねえ、そんなの関係ねえ、関係ねえ、そんなの関係ねえ、そんなの関係ねえそんなの関係ねえ。はい、おっぱっぴー、墓地の、これは別に何でもいいな、僕ガチで何でもいい。こことここ除外して、冥界竜ドラッゴーネックの再び融合召喚。そして除外された宮塚さパイセンの効果発動、フィールド上の表側表示のカード一枚を破壊していく。そしてクリボールケア、シラリの宮塚さ召喚宇宙、ちょっと圧倒的なる楽しさ、やばいんだけど、このデッキクソ楽しいクソ楽しい。影物召喚で、影物の効果発動、影物の効果によってリリースからの知らぬい、はい。でこれでドラゴンズミラー発動、フィールド上および墓地のアンデッド族モンスターをゲームから除外し、今こそ冥界の扉を開けろである、冥界竜ドラゴネクロ。そして影物の効果発動、はっすっすっすっ、よしターン終了だぜ。これがね、なんかあれだよね、あの一応さ、あの思ったんだけどさ、あのこいつがアンデッド族であればさ、あの重心クロまでいけるからさ、多分さ、あのハイヨルゾンビ軍団とか、あとあのアンワハルパターンだと、今のこのムーブだけであれですよね、あのホムラ神出せますよね、結構あの簡単に。一応ドラゴネクロからのこの妖刀知らないっていう、やるかどうかっていうと微妙だけど、ドラゴネクロ残した方が強いっていう話はあるから、それ微妙なんですよね。さあどうするんでしょうか、闇雪先生、なかなか強いですよ、ドラゴネクロさん。パイセンクソ強いですからね、この効果セット。やめろよ、バックとか、バック除去するなんもねえんだよこっち。セットのせなんだあいつ。あ、来た、宇宙ムーブ来た、宇宙ムーブ、あれ、あ、デッキバイス同じや、くっそ、マジかよ。あ、こっち殴る必要なかった、やべ、殴る必要なかった、やべ、やばくねえわ。これはこれ、あ、シンクロできる、これシンクロできるわ、シンクロできるわ。おお、なんか結果おらいそう、あのね、こいつね、あ、ハリムシ強えな、そっちだけ、おい、そっちだけやめろって。あのね、ドラゴネクロさんは、あの、戦闘で破壊できないんですよ、相手のモンスターを。で、守備が高いモンスターを殴っても全然突破できないんで、これが弱点ですね。これが弱点。今、そう、今ね、俺弱点を説明するために殴ったんですよ。そうなんですよ。偉いでしょ？ちょ、強えな。そして、お、やめろよ、俺のネクロフュージョン除外すんなよ、クソが。これ、トークン殴ってくんねえかな、トークン殴ってくれません？ブルーアイザーやめてもらいます？ちょ、ブルーアイズでネクロ、あの、殴るのだけやめてくれます？ちょ、それだけやめてください。ちょっと、お願いが多すぎますけど。ちょ、やめろって。ちょ、ミスったんだ。ごめんって。オッケー？あ、でも、4のやつ殴って。4のやつ。あ、え、いいんすか？え、いいんすか？出す。ありがたみ。ありがたみが深い。隣の芝刈りの効果発動。プレイ。お、なんか強そうなんだけど。あ、強そう。これは強そう。え、何が落ちてるのかっていうと、あ、ホムラ神落ちとるやんけ。お、天才かよ。え、これ天才すぎん？これ芝刈りが天才すぎた。影物のを除外して、はっ、いっけ、刀神パイセン、そして影物の効果除外されている知らぬ意を特殊召喚していく。
本日のシンクロ召喚モンスターがこちら。レベル6刀神知らぬいにレベル2妖刀知らぬいをチューニング、いっけー、これが怒涛の連続シンクロだ。超絶怒涛のシンクロ召喚、イエーイ戦神の知らぬいの効果、刀神知らぬいをこのゲームから除外し打点超絶アップ。そしてこいつが除外されると、打点下げるやつ、打点下げるやつは、どれでもいいな。でこれチェーンねえから、ブルーアイスいねえな、これブルーアイスいねえわ。これそれは甘えではねえか、これはクソほどいじめ、新手のいじめするぞ。まず殴って打点ゼロにする。でドラゴンレクロの効果でトークンが出ていく。でゼロを5500でぶち殴っていく。はいじゃあい新手のいじめ爆弾対戦ありがとうございました。さあお相手の方、絶望的前髪ハゲ、よろしくお願いします。デュエル3倍、前髪ハゲてる同士仲良くやろうじゃねえか。隣芝刈りの効果発動はブルルルル、よし。でゴズッキーパイセン落ちた、ゴズッキーパイセン落ちた。これはやっぱりこのムーブめちゃくちゃ強くない、これやばいんだけど。でゴズッキーパイセンの効果によって、対戦の効果で、ですね、まあ、とりあえずモノノフ除外、これね、とりあえずね、芝刈りからゴズキ効果でモノノフ除外して墓地の知らぬに回収っていう、このクソ最強ムーブがね、できるのがクソ強いんですよね。宮塚さ、置いときたいまであるけどな。まあいいや、とりあえずゴズキ召喚するでしょ。ゴズキ召喚して、でモノノフ効果で、影物でいいかな、影物持ってきてみましょうか。影物で、なるほど、宮塚さん、とりあえずゴズキの効果だけ発動します。一回ゴズキの効果だけちょっと先に発動するまでありますけど、まあ、とりあえずですね、宮塚さんの効果で釣り上げていきましょうか。釣り上げていく。でこうして、あ、わかった、あ、わかった、ひらめきのピラメキーの下は、レベル3、なんちゃらかんちゃらに、レベル4のなんちゃらかんちゃらをチューニング。冥界の魂が、どうのこうの。妖刀、刀が、うんぬんかんぬん。どうのこうのして、うんぬんかんぬん、シンクロ召喚。あやかし神、知らぬい。そして、あやかし神、知らぬいの効果発動。あやかし神、知らぬいの効果発動によって、影物を除外して、フィールドの打点をアップしつつ荒野を割って、さらに影物の効果によって、いや宇宙すぎんか。いや楽しいんだけど、いや知らぬいクソ楽しいんだから、これ絶対みんな組んだ方がいいぞ、マジで組んだ方がいい。知らぬいは、いやーこれ先行ホムラ神強すぎ、やばすぎるんだけど。でゴズッキーパイセンの効果によって、そうですね、とりあえずなんか適当なやつ落としておきます。宮塚さんでいいんじゃないでしょうかね。なんでもいいかも、別になんかなんでもいいわ、なんかなんでも適当なモンスター落としておくか、これでいい、はい、よし強っ。これでゴズキ破壊されたら宮塚さんの効果発動するでしょ。でホムラ神で破壊されたら、ホムラ神の効果でリフレクター OK、ホムラ神の破壊耐性で除外して、でまた宮塚さんの効果発動するでしょ。鬼勝てんだよこの盤面、鬼勝て、バスも、あ、ちょっと待って、これちょっとブリューナクやばくねブリューナクとかいう最強モンスターやばくね、あ、違えわ、あ、7はいけるわ、大丈夫だ、ブラロか、おい、ブラロは全然いけるぞ、おい、なんだよ、おい、エアップか、お、ネクロ、いや、やばい、それはやばい、たけえなって、待って、ギリ、勝ってる、いける、アンデッド族の数かける100アップするっていう、あ、それいいよ、いい、全然、コンセント、やばくね、くっそ、泣いた。